急にアメコミ調になったよ。ウィス？にゃんじゃこりゃ。これが、UFO だ。やっぱり本当だったんだ。お、なんだ今の。マックのペンダントが光った。おお、なになに。え、あいつじゃね。うわー、ほら、なぜ前から。そこまでじゃ、ガキども。で、出たー。早く逃げましょう。いや、逃げね。マック？やっと。やっとの思いで UFO を見つけたんだ。ここで逃げちまったら、後で絶対に後悔する。だから、俺は逃げねえ。よし。マックの言う通りだ。俺たちも逃げずに戦うよ。ああ、行くぞお前ら。おーし。いけるのかこれは。いいんじゃねえのが現れた。何にも良くねえわ。でもよし、頑張るよ。あ、待って、こいつ移動させんかったらダメじゃね。あー、とりあえずこっち行って、まあちょっと他のやつを先に必殺技使っていくか。僕は休む。あの子は一体。ラプレイズ肉球。にゃ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 。え、あれは仲間を呼んだということなの？あ、待って、これちょっと待って、避けないと避けないと。ほら、避けて避けてみんな。そしてちょっとブラスターが使いたい。妖怪ブラスターメダルセット。そして不思議、さあ来いよ。アタックモード。ハイにはならんかったんか。そう、さあ頑張っていくよ。あー、時間がない。これ全部削らんかったらさ、全然ダメージ与えれてないんやろ？フィニッシュ。ドタマブシャギザルド。ドタマブシャギルド。あ、でも結構なんか体力、奪えとるね。ブシャゲません。よし。これで、さあ行くよ。回せ回せい。ちょうどその場所に追ってくれとるけんね。チャージ完了。マッハ飛竜脚、マッハ旋風脚みたいな。ここ結構いい感じやね。さあ行くよ。あ、待って、こいつダメだ。こいつちょっとこっちに移動して、あ、でもいけんね。あ、いけるか。よーし、叩け叩け。そのまま真ん中に折ってね。いいんじゃねえの。はい、チャージ完了。からの白黒つけるぜ。ブシッ。はい、技オッケー。さあ、行くよー。お、イエーイ、やっつけた。意外と弱かったんじゃねえの。んー、でもチャージ完了したんですけど、今。え、うわー、マジか、まだか。いいんじゃねえの、変身し、真の姿を現した。またそのパターンか。前回もそうやったよね。え、でも前回は、これで結局ダメやったんよね。ダメやって、なんかあいつが現れたんだ。ブラスターいける。何？ブラスター使える？妖怪ブラスター、メダルセット。じゃあ次、プリチー行くよ。プリチーマシンガン。はい、来い、はい、はい。あー、来なかった。普通にアタックモードやわ。さあ行くよ。来い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 。今回はなんか当てるごとにちゃんとダメージを与えれとる感があるね。フィニッシュ。どう？あー、でも微妙な感じやね。さあ、たまれ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 。何、目玉ロックオン。え、なんか大江戸忍者パンダがロックオンされたんやけど。うわ、ちょっと待って、移動して移動して、避けて避けて。あ、ロックオンされとるけん無理なんやこいつ。マジで前んじゃねえか。全然迷くないよ。
ちょっと大丈夫？あ、なんとか、なんとか耐えとる。ちょ、待ってね。とりあえず、体力をそこそこ回復。え、やられてる。ちょ、とりあえず、じゃあ、こっちで。大江戸忍者パンでやられてるし、必殺技。必殺技、なんか急激に超強くなった。そりゃそうなんやけどね、真の姿やけん。チャージ完了。百裂肉球。さあ、来い。いいね、ありがとう。んで、交代しよっか。え、全体に来る、全体に来る。マジか、避けれない、これ。とりあえず、あ、やった。あ、やった。やった、やっつけた。あー、よかった、チャージ完了。関係ないけど。イエイ、勝利。パンダくんだけちょっと犠牲になったけど、ごめんね。おっしゃー。はい、来たー。くー、まだまだ。マジで巨大化とかしだす。こいつ、まだ戦う気にゃん。なんてタフなやつなんだ。やはり、我々倒すのは難しいんじゃ。こういう時に戦隊ものやったら相手が巨大化してこっちがロボットに乗り出すんよね。じゃけ、覚悟せいや。そこまでだ。誰？正義のヒーローが、お、本当にやん。本当に正義のヒーロー来た、やば。誰？超ムキムキなんですけど。急にアメコミ調になったよ。何事？あ、まあ、そっか、USA やもんね。誰でしょうか？スカイシャリマン。シャリ？寿司だから？私はスカイシャリマン。ある任務で UFO の謎を追っている妖怪ヒーローだ。君たち、怪我はないか？あの首の周りのシャリやん。なになに、帰ってきた？でもなんか、人数が多いような。あ、動く動く動く。え、なに、中乗っとったもしや。すげえ。あ、帰ってった。中に宇宙人乗っとったんや。大丈夫か？いやいやいや、向こうに触れよ。では、さらばだ。え？もう行くの？ちょっとちょっと、もうちょっと会話を楽しもうよ。ふっ。おーい、みんな無事か？なんだかすごい音がしたが、ちょっと UFO 消え去ったんやけど。あ、思ったより焦ってきた。どうしたみんな？一体ここで何が起きたんだ？その、何が起きたっていうか。なんかいろいろありすぎて意味わかんねえっていうか。ね。ん？っていうかだよ。うん。そんな黄昏とる場合じゃないよ。あの後、ジョーズさんってばすっごくがっかりしてたね。へこみすぎてて逆に面白かったけどな。UFO が旅立ったけん。それにしてもマック、今日はさ、大冒険の連続だったよね。そうだな。洞窟の探検でおっかない奴に追い回されたり、洞窟の底へ落とされたかと思えば、ジョーズさんの研究室だったり、最後にはなんと UFO まで発見しまったんだからな。ふん、俺たち UFO などを一つ解き明かしちゃったね。というわけで、解き明かしたか？解き明かしてはないよ。UFO がそこにいたっていうだけだし。解決！何がどう解決したのかはわからないけれども、墜落した UFO を追え、バッチリ解決。まあ、そこだけなら、UFO は確かに追ったよ。旅だったけどな。そういえばさ、UFO に近づいたあの時、マクのペンダント光ってたよね。その石ってやっぱり、ああ、あの UFO となんか関係あるんだ。あれからどこへ行っちまったのかな。きっと故郷へ帰ったんだよ。わかんないけど、もしかして宇宙に帰っちゃったとか。
つうか、最後に現れたヒーローっぽいやつ、あいつも何者だったんだろうな。まだこれから先出てくるんかな。ま、わかんねえことは多いけど、楽しかったことは間違いねえよな。そうだね。今日は UFO に逃げられちまったけど、空にはまだまだいっぱい星があるんだ。UFO に出会えるチャンスはきっとまた来る。その時こそは絶対に UFO の謎を突き詰めてやろうぜ。ほら、全然謎解決してないやん。うん。ケイト、お腹空いたからもう帰るにゃん。そろそろお家に帰りませんとお母様が心配されますよ。わかった。じゃあマック、俺たちもう帰るね。そっか、じゃあ。また明日からも一緒に冒険しようぜ。相棒。おお、もはや相棒すげえな。これから先、どんな冒険が待ってるのかワクワクすんな。だね。楽しそうだな、二人とも。妖怪落ちだらけ？っていうか、なぜ田舎の方の予告なの？妖怪ウォッチ校長の見学、一緒？誰かいるにゃ？一緒？君たちも見学に来たの？あなたも次回会うの？シャッチーと妖怪ウォッチ校長、お楽しみに。何？女の子の方とケイタの方一緒になるの？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。